当にスーツケースで今から博多に行きます。バス待ってます。空港に着いた初めてです。中部セントレア国際空港に来た、今電車で来たんですけど、ここにターミナルと書いてある。今日我々が乗る予定なのはこのジェットスターだと思うので、第2ターミナルに行ってジェットスターね、から飛行機に乗って、オレンジ色のやつ、はい、こっちだぞ。イエーイ。じゃあ初めてのセントレアから飛行機に乗るぜ。手荷物検査を終えてこれから乗り場に向かいます。ハニーさんどうですか、中部国際航空。綺麗だね。綺麗、本当に、こっちは LCC のとこだからちょっと遠いっぽいんですよ ね。でもなんかすごいスターウォーズの通路みたいになってるよ。ゲイツ、おお、すげえ距離、スターウォーズみたい、アトラクションに乗るみたい。さあいよいよ旅に出る感じが高まってきました。もうちょっとでフライトです。イエーイ。今機内に入ってきました。また前の座席の下のカバンの中に、並びの席でよかった、ね、よかった。ちょっと早めにチェックインしたからだけど、避難経路確保のため、はい、上口座席にお座りの方は、すごいカバンみたいじゃん、お座りを入れてください。とにかく乾燥しててね、機内混雑緩和のため、手荷物の収納は一度後方から続かれます。方に通路は、さあ、博多のホテル、どんなホテルでしょうか。はい、おお、もう広い、すごい、あ、いいホテル、かわいい、へえ、へえ、かわいい、いいですね、ね、すごいシンプルだけどかわいい、ゆったりツインでございます。そう、カーテン開けてみたら、はい、ここにテーブルもかわいいテーブルだ。わ、ベランダは出れないけど、なんかベランダでもすごいよ。あ、でも光が入ってすごいね、うん、へえ、いいね。こんな感じのホテルに博多ではステイしまーす、ああ快適、良さそう、すごい、うん、良さそう、あ、すごい、ね、ここが、お、おしゃれ、すごいおしゃれ、出た、あら、かわいいタイルが、タイルかわいい、へえ、さあここでゆっくり博多を満喫しようぜ。どうも皆さんこんにちは、簡単グリル教室ガズレのガズでございます。今はどこにいるかというと、博多 HMV&MIX です。今の出版記念イベント、このソングブック5、この本の出版記念イベントを行っている真っ最中、ライブ配信でちょっと皆さんにシェアしたいと思います。イエーイ。やる、最初にこうやって美味しそうなお肉がこうやって販売されていて、その奥にこんな感じでちょっとおしゃれなこのね、ホルモン焼き屋さんっていう感じであるんですよ。すごいですよ。すごい美味しい。そう、美味しい。美味しいホルモン。美味しいホルモン。博多に来たらぜひここでそうだ、ヒロ兄ちゃんです。ヒロ兄ちゃんです。ヒロ兄ちゃんですで、今日はヒロ兄ちゃんの、ご紹介してくれてるホルモン屋さん、ホルモン焼き屋さんというホルモン屋さん、ホルモン屋さんなんですよね。で、来てもらって今日、金丸さん、博多で、DJ バーをやる、お店の名前ちょっと言ってください。あ、シニスターレっていう、もうロックといえばもうこのバーみたいなところ。というわけで今日はですね、イベント終わりで、懐かしい仲間たちとこうお酒を飲んでおります。おー、今日の2日目、福岡2日目、朝ごはんはここ大玉でちょっとテイクアウトをして買って帰ろうかなと思います。かわいい、ダンスパン、沖縄発祥だって。沖縄発祥なんだ、うん、
はい、じゃあこれを買って帰ります。ホテルの中庭にやってきて、じゃーん、これ超かわいい。アンドホテルのこれ飾り、これ夜はライトアップされてました。こんな感じのホテルの中庭、すごいよこれ、ものすごいボリューム。そしてこれがさっき買ってきた、これが大玉明太、そう、私ちょっと明太子にしてみた。僕はね、アジタル、アジタル、これ両方とも博多限定、そうそう、博多限定。そしてスープが、これが多分沖縄そば、沖縄そば、これがもずくスープ、はい、すごいよ。いただきます。ちょっと見てこれ、わ、すごい、このボリューム、しかも揚げたてで、揚げたてだった、そうそう、目の前で揚げてくれた、すげえボリュームだこれは。そっちもちょっと見てみましょう。ほら、博多明太、気持ちいいな。日陰はね、かなり気持ちいいよ、朝気持ちがいい。じゃーん、卵の中に明太子、もうこっち向いてくれる、光がここでしか、そう、これがいい、これ、あ、これがいい、これがいい、そう、なかなかこういうの食べないよ。すごいね、これ明太子でしょ、そう、辛いのかな、どうだろうね、すごいボリューム。さあ、じゃあファーストバイト、すごいよこれ、うんと、海苔がうまそう、口がこんだけ開かないんじゃない、確かに、いくよ、うまそうだな、うまい、おいしい、やった、うん、辛いよ、辛いよね、なんか色がもうすげえ辛そうだもん。なるほど、おいしい、すごいよこれ。じゃあど真ん中行っちゃう、いやー、うん、アジフライがもう熱々だね、だって揚げたてだもんね、うん、すげえふっくら、タルタルソースも入ってます、すごい、フォークもうまいね、やっぱり、うん、ね、そうね、うん、久しぶりに食べたけど美味しいでーす、うん、今バスで、今すごいいいバスを発見したんですよ。あ、曲がるんだ、これ糸島に行くのにどうやって行こうと思ってたら、ホテルに目の前のバス停から直行のバスがあって、高速特急バスが今それの最前列に乗ったところです。これから観光気分、観光気分っていうか、もろ観光だな、糸島に向かうぞ。小田さんの糸島に初めて行って、バスが高速に入りました。まさかの高速だ。ほら、見て、港が。すごい。おお、すごい立体交差が。へえ。バス乗ってこの高速のところとか見るんですよ。超新鮮。新鮮。本日は昭和総合駅から誠に行かせていただきます。このバスは北三宮方面ウエストコーストライナーです。車内事故防止のためやむを得ず急ブレーキを使用する場合ございます。お足元お手前りには十分ご注意ください。車内安全のため座席のシートベルト着用にご協力をお願いいたします。本日の運転手は伊藤営業所の松尾です。安全運転に努めてまいります。海が見えてきた感じです。そっち側に、ほら、おーすごい、いやー、あー、こっちがほら、あ、海だ、小さいと思う、ありがとうございました。パームビーチです。車内に着いた、着いた、バスで着いた、暑い、もう空がおしゃれよね、おしゃれ、バスありがとう。うわあ、すごい天気が良くなってきたよ。いやー、これは日焼けが。あそこにてパンビーチって書いてある。あ、本当だね。日焼けが。ほら見て。いやー、すごーい。これはすごいわ。これはもう沖縄と同じだね、これ。来た甲斐があった。ね、ね、来た甲斐があった。まさかバス一本で、あっちの見て、そのカフェも、ほら。あのカフェが、でもそっちも行こうかどうか。あ、これがさ、すごいんじゃない？すごいいいよね。どっちに行こうかって感じだね。あの上、あっちの奥は何なんだろう、ね、あれはなんか
海鮮定食。なるほど。あのサーフサイドカフェって言ってたんだけど、うん、こっちも良さそうだよね。そう。でもどうせだったらあっちのサーフサイドまで行ってみようよ。そうね、両方ちょっと見てみよう。よし、じゃあレッツゴー。レッツゴー。いや、マジ信じられねえぐらいの暑さだ。来てるね、これ。来てる。わあすごい絵になる。すごいですよこれ。すごい。これは。うわーかっこいいね。結局こっちのちょっとの厳かな感じのところに入ることにしました。今日はここにちょっと行ってみようかなと。開いてる、開いてると思うんだよね。はぁ、すごいとこ止まったぞ、うん、こんにちは。最高ですね。よかったです。よかったです。いいお天気ですね。ねじゃあブルックリンラガーを、はい、2個で、うん、はい、お二つです、はい、頑張ります、ありがとうございます。すごいですよ、このロケーション見てください。素晴らしい。そう、すごいよ。やばいね。しかも日陰だからね、ここね。扇風機がちょうどいいよ、うん、エアコンも浴びたくない。そうそう、来てよかったね。めっちゃよかった。いや暑いからもう やめようかと言ってたら。そうですね、まさかの最高でしたね。お店ちょっとこっちも見てもらうと、うん、いやすごいかっこいい。パンビーチ、ここで一杯いただきます。ビールが届きました。やばいですよこれは。美味しいっすか。これブルックリンラガーですね。いいね、最高すぎる。2軒目サーフサイドカフェ見てください。おしゃれだよサーフサイドカフェ。2軒目です。ここもビーチ前。すごい、あそこにパームビーチっていう書いてあるのがある。もっとこう海の沿いに行きたかったんですよね。そうそうそう、はい、コロナです今度。さっきはブリックリンだから今度はコロナです。今度はコロナです。いやー、さあじゃあいただきます。はい、これキューッとやって、あそこはいやーうまいとこへ来た。今雨降ってるんだよね。こっちは青空で、こっち雨雲で、あっち晴れてる。雨降ってきたんですけど、今めっちゃ雨降ってた。見てこの。うわーやばい。あんだけさっき天気良かったのに、どえらいことになってます。これも旅の醍醐味。すごい。もうあのパラソル見てみ。もううにゃうにゃになってる雨で。いやー風もね。やべえ、傘持ってきてねえよ。どうなるんだろうか。俺たちどうなるんでしょう。さっきの豪雨が。これで一気に晴れて、すごい、しばらくずっと雨って言ってたんだけど、一気に晴れまして、めちゃめちゃ暑い、暑い。この波佐見焼の姉妹店に来た。超かわいい。いやーかわいい。ちょっとこれ黄色、これね、我が家はね、これが今1個あるんですよ。だから私はこれ買っちゃおうかな。かわいい。ほらこれがねハサミ焼き。これも超かわいい。かわいい。エスプレッソしかもこのさ、また使う手がないそばチョコが超かわいいんですけど、わかります？皆さんこの萌え度。いやーやば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 。どれ？これね、これはね、なんかね、よくね、見るんだけど。これは？あら、豆皿だ。かわいい。あ、ほんとですか？へぇー。いいね。へぇー。どれにしようかな。画面で見てるとね、そうかそうかって思うけど、こうやって実物を見るとかわいい。なんかグラスもかわいいね。ほんとだ。ちょっとした、ほら、こういうの
ですよ。千流だって、千流そばちょっと。この隅県だよね。ね。いや、かわいい。はい、そろそろ急いでください。はい、これ。うん、この2つ。ゲットするらしいです。はい。じゃあレッツゴー、はい、というわけで無事買い物も済ませて、いやー嬉しい、よかったね、うん、パームビーチからさよならしようか思います。はい、暑い暑いよ。ほらこのパームビーチ、これすごいよね、こんな風に、うん、あれね、うん、おすすめ、糸島来た方がいい、これはいいよ。あのビーチでさウクレレ弾いてもいいんじゃない、暑いけどね、うん、さっきはここで飲んでたんだな、そう、さっきはこのお店で1軒目を飲んでたわけですね。そういうわけでさよなら糸島、はい、今日も夜はですねその辺の店に来ました。その辺だね、見てその辺ですから、お料理屋さんのその辺、はい、まあ、僕はもう焼酎です、はい、乾杯。かわいい、この投資なの、投資かな、ね、ね、すごいね、これだけでいいじゃん、本当これだけで立派、カウンターのタイルがすごい可愛い、喜んで、そしてカウンターの何て言うんだろう、作ってるところの境目とか、そういうふうに、なんかね、満席なんだって。満席だった、うん、滑り込みでカウンターセーフ、ね、みんな予約済みだって、ね、すごい、これから皆さん来るんですね、食べて、おいしそう、あ、うまこれは、なんか漬物、漬物だよ、なるほど、これだけでお酒がもうすごい進んじゃうわ、やつだから、うん、おいしそう、で、そうです、はい、こっちが島味、島味、こっちが、こっちが、あ、はいはい、枝豆、こっちがカンパチ、そうだ、盛り付けがよく変わる、その辺、その辺ですか、ね、そして、美味しそうな枝豆が登場、歯ごたえだ、ほんと、角あるから、うん、サクッとしてる、まあ、食べよう、いただきます。茶碗蒸しがやってきた、これほら、蓋が可愛い、で、どんな茶碗蒸しなんだ、よっ、いやー、なにこれ、すごい、豪華な茶碗蒸し、豪華、いくらが入ってる茶碗蒸しなんか初めてじゃない、ホタテですよね、やっぱり、多分、あ、すごいじゃない、すごい、黄色い、うわ、うまそう、いただきます、熱いですよね、美味しい、はい、うん、美味しい、なかなかイクラが乗ってるのないよ、ほら、これも多分ホタテだと思うんだけど、ちっちゃいね、貝柱ね、ホタテだ、いや、すごい、うん、美味しい、これが山口のお酒です、山口、これ山口のお酒です、かわいい、パッケージがかわいい、で、こちらが佐賀の餃子はね、日本酒なんだけど、ワインみたい、うん、かわいい、じゃあいただきます。野菜天ぷらの入れ合わせなんですけど、なんかほら、このいわゆる私たちがよく知ってる天ぷらとは少し衣の感じが違う、うん、九州の天ぷらって独特なんですか、はい、独特、どうですか、衣が薄いんですか、あ、うちは薄くしてます、なんか俺も知らなかったけど、結構天ぷら博多有名みたいな記事がいっぱい出てきたんですけど、天ぷらの平尾とかあの辺はあのお食事のおかずになるので、割と衣を厚めにしてるんですよ、そういうことなんですね、うちは基本的に、うん、なんかあのお酒のおつまみで食べていただきたいので、今ねこの小料理屋さんその辺、このたまたまなんかね見つけたんですけども、おあのマスターがもうすごい面白くて、よろしくお願いします、最高のお店でもう本当意気投合しちゃって、ぜひあウクレレ始めるらしいんで、あ、このお店来たらウクレレ続くね、レレここそうです、安いやつ買っときます、大丈夫、あのガズレレでもあの安いアマゾンですぐ届くやつがあるんで1万円ちょっと、はい、は
い、ぜひあのでもいいと思うよ、本当に面白いんで、ぜひ始めてください。いやいや、まあ、いろいろお話しさせていただいて、はい、ありがとうございます。あのこの動画見てる方、何ヶ月後かに本当にあるかチェックしに来てチェックしに来てください。いやでも本当素晴らしい、いやあのお店でね、良かったです。ありがとうございます。また来ます。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃーん、来ました、長浜一番、長浜ナンバーワン、すごいね。やっぱりこれが食べたいですよ。あ、来た、餃子、うわ、うまそう。いやこれが博多餃子ですよ。これがガさんが、僕が絶対にやっぱ食べたいやつ、いただきます。めっちゃクリーミー、ほんと、うん、おいしい、マジでうまい。これはやばい。いやなかなかね食べれないもんね。これで博多の夜は完全制覇しました。すごいね。これで心置きなく帰れます。そう、ね、ありがとう、よかったね、マジでうまい。へー、すごい、いやすごいよ、クリーミーだね。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、帰ってきました、南信州に。いやー田舎だな南信州は。博多大都会だった ね、はい、今回は、博多のイベント、はい、イベントからもう楽しい仲間にたくさん会えて、うん、そしてその後ね美味しい食べ物と、はい、楽しい人たちにいっぱい出会えて、はいはい、それで糸島の素晴らしい景色と、うん、雨にも言われて、はい、もう内容盛りだくさん、うん、最高のガズ旅になりました、はいはい、ガズ旅ね、日本全国ね、もうとかベトナムまで行ってるけどね、再生リストありますんで、他のガズ旅も見てください、概要欄に貼っとくからね。はい、そして、また通常の、ガズレレ動画とガズピアノ、うん、ガズギター、うん、縫い物時間、はい、どんどんみんな発信していくんで、はい、楽しくもりもりね、自分のなんかこうキュンとするものを深めていきましょうということで、はいはい、皆さんありがとうございました。本当最高の旅になってね、はい、よかった、うん、はい、じゃあ南信州の空をお届けしながらさよなら、バイバーイ。